アレクサンドル・グリゴリエヴィチ・ベルホーフスキーは、ロシアの実業家、政治家、サンクトペテルブルク出身のユダヤ系ロシア人。1984年、ロシア国境軍人として、エトロフ島に勤務。たまたま捨てられていた漁具で漁師収入を得たことを、契機に、軍を辞め漁業を始めた。1991年、国営企業を買収し、水産会社ギドロストロイを創業。 出資者を募って、エトロフ島内の企業を次々と買収し、海外の最新設備を導入して生産性を高め、本土より高い給与や、福利施設を導入して、従業員のやる気を引き出し、水産化工場、漁業船団から運輸業、土木建築業、銀行、ホテル、商店まで経営するロシアの新興財閥に成長させた。エトロフ島は、 ギドロストロイの企業城下町となっており、エトロフ島の政府養殖者は、ギドロストロイの影響下にある人物で占められている。ギドロストロイの企業活動には、不透明な部分が多く、島民を、あまり正社員に雇用せずに、季節労働者で済ませたり従業員への勤務査定が、厳しく解雇もある体質に不満が出てたり、密漁や非合法輸出に関与しているという噂があったり、 環境破壊していると言われたりしている。2009年12月より、サハリン州議会選出の連邦委員議員を務めている。北方領土問題を抱える日本側から、北方領土の帝王,王と呼ばれ、日露平和条約交渉で、日本にとって最大の抵抗勢力と目されている。過去のロシア政府の首脳や、閣僚の北方領土訪問に、必ず同行し、ガイド役を務め、 自ら手がけた施設を案内し、島の状況のブリーフしている。メディア露出を避けており、地元紙にも同性がほとんど乗ることがない謎の人物とされている。2013年3月には、モスクワで珍しく会見し、北方領土問題について、歴史は元に戻せない。現状を受け入れるべきだと日本に情報を要求し、二等返還論にも反対姿勢を示した。 2016年1月にロシアで水産資源保護を名目にロシアの排他的経済水域内でのサケマス流し網漁を全面禁止する法律が施行されたことで日露漁業協定によって北方領土周辺海域で流し網漁をしていた日本の漁業に大きな影響が出たがギドロストロイが流し網漁をしていない一方で流し網漁に依存する日本によって 大量のサケマスが捕獲されることを嫌って、ロシア議会で法案成立に動いた黒幕と見られている。ありがとうございます。